今日はチャンネル登録数5万人を超えて、それの感謝の気持ちを伝えるためにみんなにギブアウェイをしたいなと思いますすでにね、もういろんなビデオの中でギブアウェイするってずっと言ってるんだけど、やっと準備が整ったので、ここでね、応募方法を詳しく話していきたいなと思います。まず一番最初にみんなに感謝の気持ちを伝えたいなと思って、5万人突破ありがとうございますまあゆっくりだけど、こうやって5万人を突破できたことをすごく感謝してます。まあこれからもね、スタイルは絶対変えずに、自分の好きなようにビデオを上げていきたいなと思うし、それにプラスみんなからの意見とかも取り入れつつ、みんなが参考になるような、あとはモチベーションになるような、内側からね、みんな綺麗に内側サポートもしていきたいなと思ってるので、みんなこれからもよろしくお願いします。みんなからのメッセージとかもほんと一人一人読ませていただいてるし、すごい感謝してるから、アミもねみんなに対して、サポートができてればいいなって思っています。で、みんなにギブアウェイするものをまず一番最初にお見せさせてください。ここにあるんだけど、カーリー・バイバルちゃんのアナスタシア・ビバリーヒルズのコラボした、アイシャドウパレット、1個前のビデオでも使ってるし、他のビデオでも使ってたり、このパレットはね、もちろんもう毎日でもゴージャスにしたい時でもどっちでも使えるし、今日使ってます。ちょっと見えるかな、パープル感のあるメイクだったりとか、自分の中ですごい好きで、一人でも多くの人に手に取っていただきたいなって思って、これはね、ほんとギブアウェイの中に含めたかったのね。あとはシグマのこのアイシャドウパレットも結構前から使ってるものなんだけど、これも含まれています。ピンク系のメイクだったりとか、普段からね、使えるようなアイシャドウパレットになっていて、そして次にこのフェンティビューティーのミニリップグロスと、あとはハイライト。もともとフェンティビューティーのこのハイライトのハスラーベイビー、これは多分もうみんな昔からアミ大好きなの、前から見てもらってる方には分かると思うんだけど、もう超可愛すぎない？ミニのグロスの方、これもね、もう毎日使えます。で、ちっちゃいから、バッグに入れて持ち運びできるだろうし、これもね、入っているタイプになっていて、で、その他にカイリーのリップグロスとか、このアミの好きなグローゴージャスの頭皮ケアのやつとかちょっとね、ランダムなんだけど、あとはね、洗顔だったりも入っているので、このカーリーちゃんとフェンティビューティーがメインかなと思うんだけど、そう、とりあえずね、本当に大好きな商品ばっかりなので、ぜひぜひみんなに参加していただきたいなと思います。あと、アミのビジネスカードとお手紙も書いて中に入れようと思っています。で、参加の方法が、まず一番最初にアミの YouTube をチャンネル登録していることが一番最初の条件です。で、次に通知をオンにしていること、そして次にアミの Instagram のフォローをしていること、これは結構重要になってきます。そして4番目、最後にこの写真を載っけます。この写真のコメント欄に自分のお友達3人タグつけてくださいコメント何書いても自由だけど、アミに対しての思いだったりとか、あとはメイクに対しての思いだったりとか、そういうことを書いてくれてた方がいいかなこの4つの条件を守ってくれていれば、抽選で1名様にこちら全部プレゼントしたいと思うので、ぜひぜひ参加お願いします。海外に住んでる人もいるかとは思うんだけど、今回は日本限定になります。やっぱ海外のコスメとかは手に入りづらかったりするだろうし、日本に住んでるとね、英語ができない方も中にはいるだろうし、なので今回は日本限定にさせてください。そんな感じで、この4つの条件を満たしてプレゼント企画、ぜひぜひみんな参加していただけると嬉しいですインスタグラムの写真お見逃しなくお願いします。って感じで、5万人改めましてありがとうございます。本当に感謝してるし、次はね、10万人目指して頑張りたいと思います。なのでみんなサポートね、していただけたらすごく感謝だし、またこれからもプレゼント企画やっていきたいなと思うので、インスタグラムのフォローとね、チャンネル登録だけはお忘れなくお願いします。じゃあみんな参加待ってますバイバイ。